集団生活に嫌気がさして他人から嫌われれば一人になれるとそう思っていた。あんたなんで弱いくせに喧嘩するの？邪魔すんな！その隣にはいつもヒロがいた。それでもよかった。多分俺にとってヒロもまた特別な存在だったから。集団生活に嫌気がさして他人から嫌われれば一人になれるとそう思っていた。あんたなんで弱いくせに喧嘩するの？邪魔すんな！その隣にはいつもヒロがいた。それでもよかった。二人だったら勝てたじゃん。そうだ、俺はあの時からイチゴのことが好きで、そして多分俺にとってヒロもまた特別な存在だったから。